よろしくね。楽しみましょう。あのね。こりゃいい。よーし、聞かせてよ。面白いじゃねえか。面白い。面白いな。どうした今日は特別ね。それはいいな。サービスね。面白いじゃねえか。それは面白い。面白いな。また来てね。ありがとうございました。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、道場会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ道場会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って、降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東上会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつらヤクザへの復帰とか東上会の復活とか喋ってての。ヤクザへの復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東上会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によるとちーちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。
だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんすよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上英二もいるはずだよな。東京の清流会支部、元東条会本部か。行かねえ手はねえな。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。1、2、と。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
とう。いらっしゃいませ。ありがとう。しましょう。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとうよ。
いい酒だったな。文句あるのか。しびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。終わらせる。いらっしゃいませ。いただきます。ここの煮物本当に美味しい。みょうがもいいアクセントになってるね。だな。つうかさ、あれ？うん。どうしたの、なんちゃん。いや、なんか言おうと思ったんだが忘れちまった。何だったかな。いや、さっきまで覚えてたんだが。なんだよ、大丈夫か。それはあれだね、ミョウガを食べたからだよ。どういうこと。ミョウガを食べると物忘れするって言われててね。難波くんはずっと食べてたもんね。迷信だと思ってたけど立証されちゃったか。へー、そんな話があるのね。まあ実際には集中力とか上がるいい食い物なんだが、難波にはそうじゃなかったみたいだな。所詮すぐ忘れる程度の話だったってことだろう。ああ、思い出した。孫悲の口の横に米粒ついて面白い顔になってるぜって言おうとしたんだ。あ、本当だ。そういうことは早く言え。かわいいもんじゃねえか。まあ忘れる程度の話だったんでな。悪い悪い。今のことはミョウガを食べてさっさと忘れろ。ごちそうさま。ありがとうございました。
えば歯医者から定期検診のお知らせが来てたな。歯医者はまめに行った方がいいぞ。ああ、どれだけ体を鍛えても虫歯には勝てねえからな。まあ腕力でどうにかなる相手じゃないのは確かね。うん、苦手なんだよな歯医者。あのドリルの音聞くだけでよ、ダウナーな感じになっちまうよ。それはちょっとわかるな。あの回転音きついよね。あ、いっそロックやパンクを爆音でかける歯医者ってのはどうだ。ドリルの音もかき消されて恐怖が減るかもしれねえ。それただのうるせえ歯医者だ。削られる痛みも変わらねえ。ダメか。まあ言いたいことはわからなくはないけど、虫歯がなければドリルも使われねえ。定期検診はちゃんと行けってことだな。グナナ、正論。いらっしゃいませ。ありがとう。開けてみるか。やったぜ。これだな。よし、取れたぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。本気で行かせてもらう。全力で来い。ゲームオン。151. よし。ナイト150. You require 151. ナイストーン117.決めるぜ。
require one. うん。勝負ありだな。それでは出発いたし、懐かしいな。それでは、それでは、誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない。確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ。部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした。はうん、そうか。あ、わかった。服役中の清流会会長高部が何者かに刺された。なんですって。高部が。容体は。意識不明の重体だ。このタイミングはできすぎだよね。ああ、エビなら仕業に違いない。これでいよいよ清流会は奴のやりたい放題だ。
この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信、しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の極道組織青龍会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ。では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。青龍会の海老名と申します。同じく青龍会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東城会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜青龍会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。青龍会は彼ら東城会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で青龍会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の2大極道組織である東城会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東城会幹部が組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を主導した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすがに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか？現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが
第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか？それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の清流会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか？いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々清流会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜清流会は解散いたします。え、解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。未だに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で短歌だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。
分倒れんじゃねえ。遊んであげるよ。力の差を見せてよ。恥かいても知らないぞ。もうギブアップ。こっち見ろよ。こいつを食らうといい。どうした手加減はなしだ。よく吠えるね。遊んでやる。コンビプレイ。結構調子いいかも。狙うか。どうしたの。私の番。協力して。調子出てきたぞ。任せて。サポートする。こっち見ろよ。ここは任せて。こっち見ろよ。相手してよ。よそ見すんな。さっと叩き。もうギブアップ。やるか。来いよ。なんだ。どうした。容赦しない。それ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 。来やがれ。ダウンとかますよ。さっさと来い。やるか。覚悟できてる。合わせる。私の番。脇が甘いな。しつけの時間。結構調子いいかも。見せてあげる。手加減はなしだ。こっち見ろよ。任せて。楽しませて。もうギブアップ。どこ見てる。寝てろ。うそ。たまにぶち殺してやる。目立っちゃおうかな。サポートする。相手してやる。来ないのか。さっさと来い。しのげるかな。できたのだよ。せや。ありがとう。すまぬ。調子いいぞ。私コンビプレイ。ここは任せて。協力しちゃう。いざ。ほら。調子出てきたぞ。コンビプレイね。協力しちゃう。任せて。サポートする。力の差を見せてよ。覚悟できてる。手加減はなしだ。追撃する。結構調子いいかも。どうした。コンビプレイ。ぶち殺してやる。うわ。
調子がいいぞ、私は協力して。任せて。無駄だ。勝負始めだ。悲しみならない。悪くない気分だぜ。いい感じ。見とれないで。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。バカね。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もね。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。いつでも行けるよ。地獄を見せてやんよ。調子がいいぞ。協力しちゃう。調子出てきたぞ。任せて。どうした。ここは任せて。狙うか。動けない。目立っちゃおうかな。合わせるぜ。やめてくれ。力の差を見せて。さっさと行け。無駄だ。まだ強くなれるとはな。二度と笑えなくしてやるぞ。かかってきやがる。力の差を見せてやる。だからじゃな。もうギブアップ。こいつを食らうと言う。動けねえ。行くぞ、おら。手加減はなしだ。目障りだ。終わらせる。結構調子いいかも。狙うか。目立っちゃおうかな。サポートする。これを。行くぞ。調子がいいぞ。合わせるぞ。調子出てきたぞ。追撃する。ここは任せて。私も狙うか。さっさと来い。追撃する。任せて。まだ勝負は格が上がったね。まだまだ強くなれそうだ。
開けてみるか。開いた。テント痛い目見るぞ。いつでも行けるよ。調子乗りにしよう。私は逃げる。フッキーやっ、ここは任せて。大抵してやんのか。なんだやるのか。どうした。よく吠えるね。ビビってんのか。相手してやるよ。容赦しない。それ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 。手加減はなしだ。本気出せ。いけるわ。状況だけは買ってやるよ。調子出てきたぞ。協力しちゃう。どうか。結構調子いいかも。やる。狙う。超えるね。マジかよ。目立っちゃおうかな。任せて。本気出せよ。いや。死ね。信じられない。遊んでいる。調子がいいぞ、私は。さっさと来い。覚悟できてる。もう脇が甘いな。手加減はなしだ。サポートする。ここは任せて。合わせるぞ。ダウンとかますよ。狙うか。目覚まり。力の差を見せてる。コンビプレイ。調子出てきたぞ。終わらせる。相手にならねえな。何見てんだよ。すぐに楽にしてやるぜ。後悔するなよ。やるか。どうした。おれおれ。よく覚えよ。仕留める。さっさと来い。ほら来い。手加減はなしだ。私も狙うか。結構調子いいかも。もうギブアップ。ここで決める。目立っちゃおうかな。合わせるぞ。よし。また、いい男になっちゃった。
好調だ。開けてみるか。やったぜ。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。調子いいみたい。フルスは堪能できましたかね、桐生さん。楢崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。俺が見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。私の番だ。ここは任せて。協力しちゃう。調子出てきたぞ。恥かいて狙っちゃおうかな。狙うか。おい、あれ出せ。よこせ。出してきやがんだ、あの野郎。好き放題やるしやがって。しつけがなってねえみたいだな。任せて。手加減はなしだ。来ないのか。せんが。あのでっかい刀、あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。こいつを
らうといい。結構調子いいかも。ここで決める。シャンパン入りまくり。ほらほら、ダウンとかますよ。やんのか。さっさと来い。恥かいて知らないか。どうした？あ？かかってきなよ。終わらせてやるよ。ふっ。覚悟しなよ。よいしょ。ふっふっふっ。これ。さっさと来い。遊んでやるぞ。よっ、楽しませてやる。よく吠えるね。へばってんじゃねえぞ。ほら来いよ。相手してやる。力の差を見せてやる。ほら来い。どうした？もうギブアップ。おれおれ、さっさと来い。なんだ。仕留める。空くれてやる。はじけ飛べ。手加減はなしだ。来ないのか。追撃する。ここは任せて。目立っちゃおうかな。私も狙うか。調子がいいぞ。私は強力コンビプレイ。脇が甘いな。空くれてやる。どうした？恥かいても知らないか。調子出てきたぞ。楽しま。追撃する。もうギブアップ。私も狙うか。結構調子いいかも。力の差を見せて。狙うか。ダウンと出ますよ。サポートする。どうだ、ちょこまかとうざってんだよ。はっ。手加減はなしだ。協力しちゃう。終わらせる。出てけ。やってやるよ。悪くない気分だぜ。格が上がったね。いい感じ。見とれないでよね。大人の渋みが出てきたぜ。くそ。
バカが。エビナさんも沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん？それはまあ外に出ればわかる。キリュウ、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああ、だね。すっげえ。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人間にマスコミもいるのか。カタギが堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。おい、キリュウさん、こっち向け。ちょっと、ちょっと、ごめん、ごめん、それでは日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのよるべなき者によすがおうと訴えており、今回の決断も核廃棄物というよるべなきものを受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけどどんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけどそこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ、じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても拉致が開かねえかもな。一番まで、いや探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくてネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはハーバーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。
きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここで茜さんをかくまっちゃくれねえか。ブライスは茜さんのこともまだ狙ってるはずだ。もう一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつが茜さんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよトミー、そんなことにはならねえ。どうしてそう思う？富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。ねえ、でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。あんたは嫌いな奴への嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか？よくわかってらっしゃる。茜さん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。茜さん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか？そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ。気長にやりゃいい。かもな。ありがとうよ。安全運転。This will be a good workout. おっしゃ、行くぜ。よし。参ります。
セリア。やれるぜ。ガンガン行くぜ。俺の番だな。一緒にやる。私の出番ね。手貸すね。How dare you pull that shit on me? 相手してあげる。Take this. ぶちかます。私も。よし。いつでもいいぜ。やっちまうか。やっとり。次は俺だ。よし。そいつか。やんのかい。 Here we go。 いつでもどうぞ。ガンガン行くぜ。腰抜けろ。ほら。 Is this blood? You die here。 さて、私の出番ね。参ります。俺の番だな。低下すぞ。えい、行くか。おまけ。よし、ほら来いよ。二人がかりだ。ぶちかます。うそ。
受けてみな。Is this blood? Oh. I just died. Osh. Please come to me. ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。左へ曲がります。ご利用ありがとうございました。私の出番ね。おい、そいつか。はぁ、あ、ー、うん、この調子で。これが俺の真骨頂よ。いっぱいやりたい気分だぜ。近づきの印です。いかがでしょう。悩むね。よし、よろしく頼む。いただきます。ごちそうさま。おじさん、ご要望は？
始めるよ。残念。これでいい？じれったいな。じゃあね。アロハ。Thank you. Hey. Hi.Aloha! It's good around here. Thank you very much. Don't run out too far. That's it. That's it.これだな。うまく取れたぜ。
おじさん、ご要望は？じゃあね。セネ、ショーディッチ。Don't you mess with us。戦闘準備完了。私の出番ね。やっちまうか。セフィア。ガンガン行け。私も。ほら。やる。よし。手貸すぜ。いつでもどうぞ。よし。ファン。よし。行くか。二人がかりだ。ダブル。よし。この勝利勝利。トウローハ。Thanks very much.
ありがとうございます。おう、疲れてないか、ピート。うん、大丈夫。みんな楽しそうだね。おめえは楽しくないのか。うん、楽しいよ。いい曲ばっかりだったし。でも、やっぱり。それじゃあ、最後の曲になります。今日は僕のコンサートに来てくれて本当にありがとう。最後の曲はずっと僕を応援してくれていて今一番勇気を必要としている人へ送る。ワイルドロックだ。え、何、どういうこと。ライブ乗っ取り、そんなことある。てか誰、ハシ君は。ゴーレムさん。手術にビビって泣きべそ書いている情けないガキがこの町にいると聞いてよ。俺様の歌でケツをぶっ叩いてやろうと思って駆けつけてやったんだ。うわあ、ゴーレムか、ウルフさん。そいつがねえと始まんねえだろ、ゴーレムガウルフ。お前ら野生の宴が始まるぞ。 What's up for you?
最高。ああ、いいコンサート、いや野生の宴だったな。僕もう死んでもいい。それはマジで勘弁してくれ。あのとても感動しました。僕ずっとファンで、今日は本当にありがとうございました。おう、治療は頑張れそうか。はい、手術頑張ります。本当はまだちょっと怖いけど、ゴーレムさんの歌を思い出して絶対に直してきます。またライブにも来たいし。はっ、当たり前だ。こんなところでくたばってたらただじゃおかねえぞ。もっと俺様の曲を聴いてもらわねえとな。はい、よかったな春日さん。俺様は自分が恥ずかしい。そりゃこの格好のことじゃねえ。かつての音楽にも感動してくれる人がいたのに、それに気づかず勝手に黒歴史と言って封印してしまったことだ。多くの人に届けられる音楽はもちろん素晴らしい。だが本当の価値というのは人の数ではない。一人でも感動させられるのなら、勇気を与えられるなら、それだけで音楽は素晴らしいものだ。ようやくそれに気づくことができた。礼を言うぜ。マッシュトロピコとしても、ゴーレムガンウルフとしても、みんなに音楽を届けられる俺様は本当に幸せだ。今はどちらも大切な自分だと胸を張れるぞ。これはその礼だ。受け取ってくれ。あんたがそう考えられるようになったなら何よりだ。遠回りだったかもしれねえが、無駄なことなんてなかったな。どっちの姿もかっこいいよ。頑張れ、ゴーレムガンウルフ。まだまだぶちかますな。大地の叫びを聞け、ポテト天国。イエーイ。これは売れないかもな。なあ。
ガキの頃クラゲに刺されたことがあってよ。それ以来ずっとクラゲって苦手だったんだよな。今は大丈夫なのか？うん、あることがきっかけでむしろクラゲ好きになったんだ。きっかけ？クラゲに助けられたとか？いや、アイスがうまかった。は？クラゲアイスっての食ったらこれがめちゃくちゃうまくてな。あれ？クラゲいいやつじゃね？敵じゃなくね？って思えてな。なんじゃそれ。足立さんに苦手なものがあってもとりあえず食べさせれば大丈夫そうね。なかなか立派じゃないか。これなら社長も喜ぶだろう。なんだこのショベルカー、工事でもするのか。いえいえ、これは展示品ですよ。ハワイ開拓の時に使った珍しい型のショベルカーが見つかったとかで、この辺りの整備にも一役買ったという我が社伝説の名車らしいです。綺麗な状態で見つかったし、せっかくだからいろんな人に見せたいっていう社長の意向でね。それで急遽ここに2台置くことになったんですよね。しかし社長、いきなり言い出すんだもんな。展示許可取るのも運ぶのも本当大変だったよ。よりにもよってこのクソ忙しい時期に。まあ社長のわがままはいつものことじゃないですか。僕は慣れてきましたよ。同期は間仕切れしてましたけど。なんかいろいろ大変そうだな。でもこのショベルカーがビーチの立役者なんだな。ボロいショベルカーかと思ったけど、そう思ってみると風格があるように感じるぜ。まあそのボロさも味ってことで。もう動かないのかこれ。バッテリー部分が欠損してるので残念ですが動かないですね。燃料とかはどうもそのままっぽいので、バッテリーが見つかったら動く可能性もありますが、古い型のものですし、まあ現実的には無理でしょうね。一応ここに入るはずなんですけど。なるほど、どっちもカバーごとないのか。そうなんですよ。完璧な状態のものはもうどこにもないみたいで。でも展示する分には問題ないし別にいいかなって。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか、ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。社長もそんなのどうでもいいからさっさと展示しろって言ってましたし。おい、そろそろ行くぞ。早いとこ社長視察の段取りを組まないと。あ、はい。では僕たちは仕事があるのでこれで。電気厳禁のショベルカーってことか。まあこんなビーチでいきなり電気なんて流れないだろうし大丈夫だろう。やんのかこの野郎。
よし、終わらせる。俺の番だな。何？来ない。いつでもいいぜ。いつでも。全部備えとけよ。ガンガン行くぜ！さてと。Let's go。かかってきな。Quit playing around。よし。What？ Hurry up！ I'm way。相手してあげる。よっしゃ。私の出番ね。かかってきな。よし。Hurry up, I'm waiting。ほら来いよ。覚悟。はっ。はっ。おお。行くぜ！俺の気持ち受け取ってくれねえか。これは俺の気持ち。強くなろうぜ。お前の気持ち伝わったぜ。
白そう。ねえ、桃、これ見てみたい。そうね、いろんな国のお魚さんが見られるって素敵ね。パパも呼んでみんなで行きましょうか。やったー。ミラクルアクアリウム、こちらよろしくお願いします。ん、今度この近くで移動式の水族館を期間限定でオープンするんです。お兄さんもよければぜひ来てみてください。なあ、さっきの親子が話してたのはこれか。って、あんたサーカスの安田団長じゃねえか。え、おう、春日さんじゃないですか。奇遇ですね、春日さん。こんなところでまたお会いできるなんて。旅行か何かですか。ああ、まあそんなところで。団長こそそんなとこで水族館なんて始めてどうしたんだよ。動物のサーカスはやめちまったのか。いいえ、以前日本で春日さんに助けてもらったでしょう。あれを機にいろいろ反省してサーカス事業の見直しをしましてね。運営や管理を徹底したらうまくいったんですよ。スタッフも増やしまして全国巡業中です。今は彼らに任せているんですよ。これも春日さんのおかげです。ありがとうございました。そいつは何よりだ。しっかり続いてるみたいで安心したぜ。ええ、実はそのサーカス巡業中にハワイでショービジネスをやっているというアメリカ人と居酒屋で会いましてね。ハワイで水族館の運営をやる予定だったけど、あなたになら譲ってあげてもいい、なんて言われちゃって。私の動物に対する熱い思いはワールドクラスだってことなんですかね。それで酔った勢いもあって私は有金全部はたきましてね、施設の運営権を譲渡してもらったんですよ。まあ期間は限られていますが、これが跳ねて軌道に乗ったら水族館ごと移動しながらアメリカ横断なんてことも夢ではないかも、なんてね。まあある程度慎重になった方がいいとは思うけどな。特にあんたの場合は。分かってますって。でもね、春日さん、行けると思ったらアクセルを踏む勇気も大切だと思うんです。だから応援しててください。そうだ、私は水族館準備のためにこれからお魚さんたちを迎えに行かないといけないんでした。それではまた、春日さん、オープンしたら絶対に来てくださいね。おう。相変わらず世話しない人だな。まあ魚ならサーカスの頃みたいに大変なことにはならねえか。水族館ってこの辺でやるのかな。また時間ができたら来てみるとするか。
わかりました。ありがとうございます。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 お。よ。はい。ありがとうよ。やるか。Hello. Hello.
調子いいね。よ、なんか探し物か？財布でも落としたか？え？あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。あ、ん？あの、花、探してるの。プルメリアっていう花。プルメリア？なんか聞いたことあるような気もするけど、どんな花だったかな。こういう花で、私は中でも青色のものを探していて。あ、これがプルメリアか。なんか見たことあるかも。ハーバーストリートの方とかに咲いてる木があったような。あ、本当？まあ、多分。ただ色が青だったかまではちょっと思い出せねえけど。その初対面のあなたに頼むのも変な話なんですが、もしよかったらプルメリアの花を探すの手伝ってもらえないかしら。本当に時間がなくて。なんか訳ありみたいだな。すぐに必要なのか、そのプルメリアって花。うん、レイっていう首からかける花飾りを作れるだけのプルメリアを急いで集めたいの。あいつにまた笑ってほしいから。へえ。任せとけ。
ああ、私の出番ね。やっちまうか。二人がかりだ。ガンガン行くぜ。やるか。俺の番だな。一緒にやる。行くぜ。出すぜ。次は。うん。おう。
アロハ。調子いいね。いやー、こっちこっち。いらっしゃい。あの、いらっしゃい。ふん。へえ。あの、いらっしゃい。張り切っていこう。I'll sue you! やんのかこの野郎。よし、二人がかりだ。はっ、せっ、うん、ぶちかま、俺もやれるぜ。二、うん、人がかりだ。はっ、おや、俺の番だな。死ね、俺だ。いつでも見られるのか。End of the line. 私の出番ね。お、やるか。せい。ダウン。ガンガン行きて。そいつか。ほら。うわ、生活ね。ドハン。よし、やるのか。俺もやれるぜ。二人がかりだ。はっ、いつでもどう。行くか。俺もやれるぜ。せい、ぶちかます。お、やるか。ほら、
俺の番だな。やっちまうか。いや、ふん、勝負しろよ。よし、勝利勝利。何なの。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。え、どうするか。よろしくお願いするぜ。絶好調だ。Any last words? よっしゃ、行くぜ。私の出番ね。低活で。やっ。ぶちかます。
はい。あの。よ。ありがとうございます。あの、わかりました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 。ありがとうございます。よ。はい。おう。そうだね。いえ。ありがとうございます。そうなあ。ありがとうございます。いえ。なあ。何でもできそうな気分だ。
よ。それでは。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか、ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。まずいんだ、ショベルカーが。あ、ショベル？なんでこんなところに生クが。やべえ、よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに。ラムちゃん、電撃はやめてくれ。くそ、間に合わなかったか。ところにお願いです、あの暴走シャベルカーをなんとか止めて、中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください。
チキショー、結局こうなんのかよ。仕方ねえ、やるしかねえか。私の出番ね。来ねえのか。ほら来いよ。うさ。いつでもいいぜ。よし。腰抜け覚悟。俺の番だな。うそ。いくぜ。止め。ぶちかます。いくぜみんな。おお、俺たちの絆見せてやるよ。うらでいや、おりゃぶっ飛べ。向かうところに開き出したらだな。コツつかめたんじゃねえか。なんとか動きが止まったか。団長、ナマツたちは大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そっか、まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジヤバいんだって。これが宣伝していたアクアリウムのエレクトリックショー、素晴らしいわ。ん、ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。なるほどね。僕、もう一回見たい。あのバチバチってやつかっこよかった。皆様、お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーはお楽しみいただけましたでしょうか。後日、さらなるクオリティアップをしたミラクルアクアリウムがオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く。いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんなら何回でも見に行くよ。ささ、こちらです。社長、我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思いますよ。うん、あれ、なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いや、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。何せ伝説の初期モデルですからね。やはりみんな気になって。ん、なんじゃこりゃ。うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか。今日は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。ハワイでも春日さんに助けてもらっちゃいましたね。こんなことになるなんて。まったくだぜ。あんた一歩間違えたら死んでたぞ。いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるような
貧しい地域の子供たちの元へ行って楽しませてあげたいなって思ったりして、あれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まずは安全第一で環境を整えて目の前のことに集中しないといけませんよね。まあそうだね。だが横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろな人を楽しませたいっていう熱い気持ちは嫌いじゃないぜ。ありがとうございます。監修は常に新しくてエキサイティングなものを求めています。既視感のある展示ではなく、私たちにしかできないユニークで新しいものをお魚さんたちと一緒に作ってみんなを興奮させたい。その思いはずっと変わりません。いいんじゃねえか。あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。そういう思いがあるならなおさら頑張らねえとな。はい、ふんどし締め直して頑張っていきましょう、春日さん。私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみませんか。ちょっと待て、何を言って。さっきの電撃ショベルカーとの死闘は聴衆の心をぐっと掴んでいました。やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強です。世界を狙うことだって有名じゃない。どうです、ワクワクしてきたでしょ。さあさあ、ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こうじゃありませんか。いや、マジでもうショーは勘弁してくれ。え、待ってくださいよ春日さん。よ、はい。ありがとうございます。おい、お、任せとけ。
さよなら。ネズミのお化けみたいなの何なの？びっくりしちゃった。あれ自体はカムロップっていうカムロ町のゆるキャラだよ。カムロ町って日本の？そう、平和で優しい街づくりの PR のために生まれたキャラらしい。平和で優しい？うん。カムロ町で？うん。え？できるの？うん。そこで詰まるなよ、足立さん。いや
千歳にコンコンと詰められたらなんか自信が。大丈夫だって、どん底からでもやり直すことはできるんだ。カムロ町だって平和で優しくて犯罪ゼロの町になるって。本当に？多分。お前も自信なくしてんじゃねえよ。待てよ。行きますか。よし。せいかすね。はっ。さあ、でしょう。この調子でさっさと行きましょう。なあ。
よ。え？前にトニーちゃんに会えてとっても嬉しいわ。来てくれてありがとう。魔王姉ちゃん、あのね、ん？これお姉ちゃんにプレゼント。これ私がよくお店で見てた。もしかしてあなた私のためにレモネードを？喜んでもらえると嬉しいな。ありがとう。本当に本当に嬉しい。わあ、お姉ちゃん恥ずかしいよ。
とってもよく似合ってるよ。ニューヨークに行っても元気でね。トニーちゃんもね。好き嫌いしちゃダメよ。ちゃんと野菜も食べること、夜更かしもしないでちゃんと早く寝るのよ。それと、分かってるよ魔王姉ちゃん、僕はもう大丈夫。お姉ちゃんがいなくても寂しくないし、野菜だってちゃんと食べる、心配しないで。運動もたくさんしていい男になるんだから。そうよね、トニーちゃんはもう立派なお兄ちゃんだもんね。マオ、そろそろ。あ、そうね。じゃあね、トニーちゃん、来てくれてありがとう。このティアラもずっとずっと大切にするわ。うん、さようなら魔王姉ちゃん、幸せにね。よく我慢したな、偉いぞトニー。ハロあそこに何かあるぞ。開けてみるか。やったぜ。さあ行きますか、私の出番ね。やんのかい、うん、覚悟。もらった。どぎついの行くぜ。ガンガン行くぜ。行くか。私も。てか。
し、よし、俺もまだは、へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。